いよいよこっから本番か。なんかすぐ迷いそう。三人とも聞こえるか？先輩？ここからは私が声でバックアップする。覚えておいてくれ。え？中の様子がわかるんすか？私のペルソナの特性でな。実はこのタルタロスは中の構造が日によって変わってしまう。私もそちらへ加わりたいところだが、外からのサポートが欠かせないんだ。うわ、ますます迷いそう。ところで今君らのいる場所はすでにいつ敵が出てもおかしくない。敵のレベルは低いはずだが、注意して進めよ。習うより慣れろだ。うっす。了解です。たく、なんか勝手だな。では行動開始だ。フロアをうろつく敵シャドウを片付けてくれ。できる限りサポートはする。多くを学んできてほしい。待て、前方にシャドウがいるな。竹葉とイオリにとって初めての実戦だ。慎重に行け。よし、まずは敵シャドウに攻撃する方法を教えよう。こちらが敵に攻撃する手段は2つだ。1つは君たちが持つ武器を使った方法。2つ目はペルソナの力を使った方法だ。ただペルソナごとに得て増えてもある。ペルソナの特性を知るためにも早速召喚してみてくれ。オルフェウス。よし、やってやろうじゃんよ。見てろよ、これが俺のペルソナ。よっしゃ、どうよ俺のペルソナの力。はいはい、すごいすごい。よりよくやった。初めての実戦としては上出来だ。竹葉、君も問題なくやれるはずだ。気負わず力を発揮してくれ。わかりました。では引き続き探索を頼む。前方にシャドウだ。よし、さらに先頭に慣れてもらおう。戦闘開始だ。各自注意を怠るなよ。よし、次
ては敵を倒す有効な手段を試してみよう。多くの敵には耐性の低い属性、弱点がある。弱点をつけば効果的にダメージが与えられる。それだけではなく、敵をダウンさせることも可能だ。相手がダウンした隙をつけば、さらに攻撃を仕掛けられるだろう。よし、弱点っすね。ここも俺が。待って、ここは私がやる。額に当てて引き金を引くだけ。私だってベルトだ。おお、ユカリッチもやりますな。その調子だ、タケバ。次は君も試してみてくれ。これで見事だ。うまく敵の弱点をつけたな。そのまま残りの敵を倒してくれ。思わず見とれちゃったぜ。調子いいんだから。よし、これで全員がペルソナを扱えるようになったな。リーダー、仲間の個性を意識しながら敵と戦うように指揮してくれ。まだ敵の反応は残っているな。探索を続けよう。なんか箱みたいなのが見えるんですけど。ああ、タルタロス内にはこういった箱が点在しているようだ。戦闘に役立つものも入っている。積極的に確認して活用するといい。おお、つまりは宝箱ってことっすね。よし、そういうことなら早速開けてみようぜ。ものが入っていたようだな。使い道は君に任せよう。
まだこちらに気づいてないようだ。ちょ、そのまま背後から仕掛けてくれ。うっかり敵の前に出るんじゃないぞ。次は敵をまとめて倒す戦法についてだ。まずは敵一体の弱点をついてくれ。ちなみに敵の弱点などの情報はこちらで記録している。忘れた場合は私に指示してくれ。すぐに伝えよう。よし、もう一体もダウンさせろ。そこから総攻撃に移るぞ。総攻撃？ああ、敵全体がダウンした隙をついて味方全員で一斉攻撃を仕掛けるんだ。当然敵はこれを避けることはできない。最も確実な攻撃手段と言えるだろう。おお、なんかかっこいいっすね。早速やってみようぜ。オルゼウス、今だ。一気に畳みかけるぞ。行くぞ。
見たかシャドウ、俺らの華麗な総攻撃。チャンスって思ったら体が勝手に動いちゃった。見事なチームワークだ。即席のパーティーとは思えないが、戦いは流れをつかむことが重要だ。今のように連携を大事にしてくれ。では学んだことを生かしながら探索を続けよう。経験を生かしてくれ。敵に発見されないように立ち回るんだ。戦いの基本は一通り伝えたが、一番大切なのは現場の判断だ。サポートは引き続き行うが、ここからは君たちの好きに戦ってみてくれ。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。能力があるようだな。敵の消滅を確認した。よくやったな。あの、さっきのあれって。ああ、どうやら彼には複数のペルソナを扱う力があるようだ。先日の件で予想はしていたが、これで確実になったな。よし、
と少し違いますね。ああ、その箱は特殊な方法で施錠されたものだ。箱自身の仕掛けで解錠できるんだが、影時間で作動させるにはあれがな。お前何それ。もしや。やるな。装置を見つけたようだな。ではエントランスまで戻ってくれ。階段発見。待って、今は機関装置を探すんでしょ。竹場の言う通りだ。今日は無事に帰ることを優先してくれ。よし、全員戻ったな。どうだった？そうか、自信を持てたならそれが一番の収穫だ。自分の力っての初めて実感したぜ。でもなんでだ、なんか妙に体がしんどいんすけど。単なるはしゃぎすぎじゃないの？んなこと言って、ユカリッチだってもろバテ気味じゃんか。バテるってか、なんか息苦しいよな。何これ。それは影時間のせいだ。平時よりずっと早く体力を消耗するからな。心配ない、じき慣れる。しかし想像してたよりもいけそうじゃないか。明彦もうかうかしていられないな。
抜かせ。よし。やるな。なあ、以上で全校朝礼を終わります。続きまして生徒会から新しい役員の紹介があります。生徒会代表、生徒会長、3年 D 組、霧城満さん。はい。やっぱ先輩に決まったんだ。ま、あの人の人気すごいもんね。なんつっても霧城だもんな。オーラ出てるっつか、近寄りがたいっつか。
しかも霧城グループってこの学校の母体なんだろう。生徒会長という大役を拝命するにあたり、私の初心をお話ししておきます。学園がよりよくあるために、一人一人の積極性は確かに大事です。しかし全員が一つの思いを1年間ずっと切らさず置くのは簡単ではないでしょう。大事なのは、それが途絶えても確実に回る仕組みをいかに作っておくかです。そのために各自の中の明日への思いを確認し、今この青春の時をどう過ごすのか、現実から逃げることなくいかにして未来を直視するのか、全てはそれにかかっています。私一人の視野では見えないものもたくさんあるでしょう。充実した学園生活を共にするため、皆さんの知恵と力を貸してください。よろしくお願いします。すっげえ、なんだあれ。お前意味わかった？普通の高校生が言うことじゃねえよな。あの人じゃなきゃ笑い話だぜ。よう、帰んならポロニアンモール寄ってかね。今のうちに買い物とか済ませた方がいいだろう。夜にはスタンバっとかなきゃだし、あそこ薬局とかあるしさ。冒険すんなら傷薬とか定番っしょ。だから当たり前だっつの。俺らがやらずに誰がやる。理事長も言ってたもんな、世界の命運は俺らにかかってるって。んじゃ行きますか。まずは学校を脱出しようぜ、リーダー。来たわよ、真田先輩。待ってください。お前、真田さんのことをよく知らないだろ。いいよなあれ。ま、俺も仲間に誘われるまでほとんど話したことなかったけどな。前線無敗のボクシング部主将。確かにかっこいいと思うけどさ、
普通ボクシングってこんなキャーキャー騒がれるもんか。漫画でも見れないぜあんなの。今からどっか遊びに行くんかな。おいお前たち、これから暇か。え、あ、俺らっすか。もちろん暇っす。それってひょっとしてその子たちと。ヒーローにだって休息は必要だろう。どうした、行けるのか行けないのか。あ、全然大丈夫っす。なら今からポロニアンモールまで2人で来てくれ。場所は知ってるな。そこの交番で会おう。いいな。え、交番。真田さんのお友達と遊びに行くとかじゃないんすか。友達、この子たちのことか。いや、名前も知らない。正直うるさくてかなわん。とにかく俺は先に行くからな。必ず来いよ。ちょっと先輩、少しは相手してくださいよ。知らないって一人もか。ありえねえだろう普通。とにかく行こうぜな。